マーガリンは植物性または動物性の油脂を原料としバターに似せて作った加工食品である。英語の発音はマージャリンに近い。もともとバターが高価であることからバターの代替として作られた食品。日本ではかつては人造バターと呼ばれていたが、1952年11月にマーガリンに故障を改めている。 日本のおりん企画では、マーガリン類についての企画を定めており、これには、マーガリンとファットスプレッドが含まれる。両者は、種として、油脂含有率によって区別され、油脂含有率が80%以上のものがマーガリン、80%未満のものを、ファットスプレッドと呼ぶ。日本で、家庭用のマーガリンとして販売されているものの多くは、ファットスプレッドである。 バターやオリーブオイルのように主にパンに塗って食べるために広く用いられる。また、バターに比べ安価であることから、バターの代用品として、パンやケーキ、クッキー、アイスクリーム、チョコレートなど多くの食品の原材料として使われる。バターは風味に優れるとされる一方、マーガリンにはあっさりした味わいがあるとされる。バターや乳脂肪が添加され、 バターに近い風味にされた製品もある。商品形態は、プラスチックカップ、チューブ、ディスペンパックなどである。マーガリンは生成した油脂に発酵乳、食塩、ビタミン類などを加えて乳化し、練り合わせた加工食品で、その製造過程において、水素を分子に付加して、常温で固体にしている。バターとの大きな違いは、バターの主原料は牛乳だが、マーガリンの主原料は、 植物性、動物性の油脂である点である。植物油としては、オーゴ、ナタネ油、コーン油、パーム油、ヤシ油、メンジツ油、ひまわり油などが使用されており、動物油としては、主に魚油や豚脂、牛脂などが使用されている。以前は、クジラの脂肪を用いたものも普及していた。日本では、ジャス規格により、マーガリン類の中で、 油脂含有率が80%以上のものがマーガリン、80%未満がファットスプレッドと分類されている。イッポリットメージュムーリエ名称としてのマーガリンは1813年にフランスの科学者であるミシェル・ウジェヌ・シュブルールが動物性脂肪の研究からマルガリン酸を発見したことに遡る。マルガリンという言葉はギリシャ語のマーガーイトに由来しており、 真珠のように美しく輝くという性質を表現したものである。製品としてのマーガリンは19世紀末に発明された。1869年にナポレオン3世が軍用と民生用のためにバターの安価な代用品を募集したところ、フランス人のイポリット・メージュ・ムーリエが牛脂に牛乳などを加え硬化したものを考案。これは オレオ・マーガリンという名前が付けられ、後に省略して、マーガリンと呼ばれるようになった。ムーリエの考案したマーガリンは公に採用され、その後1871年に、オランダのアントニウス・ヨハネス・ユルゲンスが特許権を買収。ユルゲンスは、サミュエル・ファンデン・ベルフと共にマーガリン・ユニを創業し、これは、現在のユニリーバにつながっていく。日本へは1887年に、 初めて輸入され、1908年に横浜の帝国者によって国産化に成功している。19世紀末にニッケル触媒を用いる水素添加反応が発見され、さらにこの反応により植物油が硬化することが見出された。20世紀に入ると、この高化植物油を用いる合成マーガリンの製造が始められた。第二次大戦中のアメリカでは、 牛脂等の逼迫から合成マーガリンが本格的に製造され、戦後はマーガリンといえば普通これを指すようになった。近年問題となっているトランス脂肪酸は蒸気の水素添加反応によるものである。かつて植物油から作られるマーガリンは動物性脂肪であるバターよりも健康に良いというような印象が持たれていた。しかし近年では逆にマーガリンに含まれる トランス脂肪酸が健康被害を与える可能性が指摘されている。トランス脂肪酸は心臓疾患などの一因である可能性が指摘されており、米国ではすでに食品中に含まれるトランス脂肪酸の量の表示義務や使用規制が行われている。ふう、FAO の2003年のレポートでトランス脂肪酸は心臓疾患のリスク増加との強い関連が報告され、また、 摂取量は全カロリーの1%未満にするよう勧告されている。トランス脂肪酸の摂取量の増加に伴って認知機能が低下していることも観察されている。こうした科学的な研究報告の結果、トランス脂肪酸の削減の政策を行っている国がある。水素添加によって作られる通常のマーガリンはトランス脂肪酸を7%前後、 ファットスプレッドは5%前後含む。過度なトランス脂肪酸批判のためメーカーが使用を低減させたことにより、逆に飽和脂肪酸の使用量が増加しており、飽和脂肪酸での健康被害が危惧されるという主張もある。2011年10月1日にデンマークでは、肥満の原因となる飽和脂肪酸の多い食品への課税を世界で初めて導入している。飽和脂肪酸も、 心臓疾患との関連から、ふう、FAO はトランス脂肪酸の10倍の許容量である10%を上限とし、どちらも低減を目標とすることが示されている脂肪酸である。例えば、子供の健康を考えた加工食品の指針をアメリカ政府関連機関が合同で提案したとき、以下のような基準が示された。2011年4月28日、 アメリカ食品医薬品局、アメリカ疾病予防管理センター、アメリカ合衆国の務省、連邦取引委員会の4機関は、肥満増加の対策として、子供に販売する飲食品の指針として、加工食品1食品あたりの上限を、飽和脂肪酸 1g、トランス脂肪酸を 0g、砂糖を 13g、ナトリウムを 210mg とした。二千十五年六月十六日、 FDA は、加工食品中に使われる工業的に生産されたトランス脂肪酸の主原料である部分公油が人間の食品に使われても安全だとする一般的な合意はないとして3年の猶予期間の後部分公油を加工食品に用いることを禁止することを最終決定。2018年6月18日から実施される。 2021年1月年現在、日本では日本人のトランス脂肪酸摂取量が十分少ないという調査結果に基づいて、トランス脂肪酸を含む不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸、コレステロールの食品中の含有量を表示する義務や濃度に関する基準値などの規制は定められていない。日本マーガリン工業会は、マーガリンの安全性に関する見解をウェブサイトに、 掲載している。その用紙は、というものである。従来法、編集マーガリンの生産時に、トランス脂肪酸量を低減する工程を入れることは、少ないため、マーガリンに含まれる、トランス脂肪酸の含有率はほとんど上記の、通りであった。新製法、編集2003年、不法和脂肪酸への水素添加により生成される、トランス脂肪酸の摂取量の量的制限が、 韓国されて以降、メーカー各社は技術開発を進め、現在の市販品マーガリンは、飽和脂肪酸であり、常温で固過しているパルミチン酸素性が高いパーム油を素材にした製品に転換している。パルミチン酸の有点は、太陽により高く、パーム油原料のみでは、感能評価が極めて低く、C20 以上の脂肪酸を添加した製法が一般的である。 2018年頃から日本でもアメリカの規制と同様の部分水素添加油脂を使用していないマーガリンが各社から発売されるようになっている。ただし日本人のトランス脂肪酸の摂取源はマーガリンよりも菓子類、パン類、油脂類の方が大きな割合を占めており、マーガリンだけに注意するのは的を置いていないとの指摘もある。マーガリンには粉乳や 食塩などを加える生成した油脂に、黄檎、菜種油、コーン油などの植物油である、部分水素添加油脂が、特有の滑らかさや風味作りのために使われていた。2018年には、日本国内乳業各社は、従来の製法でなく、食感を損なわない代替油脂の開発を進め、消費者のニーズに応えた、部分水素添加油脂を使わないマーガリンを実現した。 明治乳業は3月1日以降発売、雪印恵み力も同日発売の商品から、同油脂の使用していない商品のパッケージには、部分水素添加油脂不使用の表示をつける予定だと、公表した。新商品ではマーガリンが嫌ヤイされる要因となった、トランス脂肪酸の含有量を、使用1回分である 10g あたり 0.1g 程度にまで、減らすことに成功している。 これは10年前の商品の約1割相当の量であり、油の高温処理などの製造過程で微量に生じた分以外のほとんどのトランス脂肪酸を除いたことになる。マーガリン生産メーカーの一つである三好由志によれば、メーカーのトランス脂肪酸低減への努力により、現在の同メーカーのマーガリンのトランス脂肪酸の含有量は同量のバターの半分以下となっている。 100g 中に 0.99g。バターには 100g 中に 1.9g のトランス脂肪酸が含有。かつては味の素もマリーナで参入していた。マリーナは味の素がマーガリン事業から撤退後、日本リーバが販売を引き継いだが、現在は販売を終了している。また、ユニリーバジャパンがもともと手掛けていたラーマブランドのマーガリン事業は、 上記の J オイルミルズへ譲渡された。歴史的経緯から味の素の油脂事業を引き継いでいる同社にとっては事実上の再参入である。ちなみにユニリーバジャパンはユニリーバと法然生油の合弁で設立されたものである。ありがとうございます。